おはようございます。楽天ブックスから本がまた届いていたので、なんか普段はアマゾン使っていることが多いんですけどね、通販だったら本のね。でも最近なぜか楽天をなぜ使用しているのかというと、なんか気がつくとですね、楽天ポイントが溜まっていたから、だったらこれ消化しようと思って、まあなんか酒とかうなぎばっか買ってるからだと思うんですけど、だからこの間もアンビエントジャパンも届いた時、あれ、あ、なんだったっけって、楽天から届いた本なんだったっけって言ったら、もう一冊ね、これ注文していたからだったんですよ。ちょっと開けて見てみましょうね。お恥ずかしながらまだ読んでいなかった本を注文したんですよ。ちゃちゃちゃんちゃんちゃん、はい、文庫本なんですよ。それで、アマゾンみたいにご丁寧にちゃんとこう段ボールの上に、なんかまな板の上の鯉のようにこう本がね乗っけられてラッピングされていますけど、ちょっと開けてみましょうね。よいしょ。でも下手だからね。よいしょ。はい。ジュン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 。こんな感じ。さっさと。そうですね。で、何の本かというとですね、今更って笑う人多いと思うんだけど、ペーン。中上健二、路上のジャズでした。読んだことなかったんですよ、これ。読もう読もうと思っていてですね、結局、読まずじまいで終わっていたというね、まあね、暇の時読もうかな。中高文庫。中央公論社ですね。はい。900円ですね。もう文庫本今、高いですよね。昔は300円とかね、高くても500円、600円だったのも、今900円になっちゃってるのね。昔、大昔ですけどね、私が中学の時、カフカの変身なんて確か140円から160円くらいで新潮文庫を買った記憶ありますけどね。まあ薄いから、まあその時もめちゃくちゃ安いなと思いましたけどもね。それで、野生の青春、リラクスイン、路上のジャズ、青春の新宿、ジャズの日々、路上のジャズ、ホワイトオンザスノー、ジャズ教左派、鈴木なんとか寺、ジャズビレ大学卒、沖縄って書いて、なんていうの、工事わかんない。鈴木。で、また、当時の人から、お前こんなのも読めないのかって怒られそうですけどね。20代の履歴書、ねじ曲がった魂。ジャズを聴け、ジャズを。ジャズ、灰色のコカ・コーラ。破壊せよ。と、アイラーは言った。吹雪のハドソング、アルバート・アイラー、ゴースト。コードとの戦い。おー、ちょっと読みたいね、この辺ね。毒のある声がごとく、エルビン・ジョーンズ、ヘビーサウンズ、新世界への入り口、セロニアス・モンク、サムシング・イン・ブルー、アイラの残したもの、赤い儀式、一回り限りの楽天的なコルトレン、ビレッジ・バンガのコルトレンとドルフィー、ジャズの曲とか、アルバート・アイラーへの手紙、ジャズから文学へ、文学からジャズへ、中村健二プラス、小野義恵、フロン、付録の論、破壊せよ、とアイラは言った解説、小野義恵。おー、ちょっとこれは、ね、読まないとね、と。またちょっと立ち読み、なんか最近立ち読み感覚で本めくりますが、やってて楽しいので、また本買ったらやろうかなと思っていますけども、不評だったらやめますけど、はい。ちょっとね、セロニアス文句のところが読みたいですよね。アイラーの残したもの、アイラーの残したもの、アイラーの残したもの、アイラーの残したもの。アルバタイの手紙、ジャズから文学。ここが、これ対談になってるのかな、小野義恵さんね。小野義恵さんの本も私一冊持ってますね。カバーの裏目と かなりかっこいいダンディーな人でしたね。イケメンですね。今風に言うとね。生徒暴力のね、排気ガス。マイルス・デイビス、リラクスイン。リラクシ、ここはリラクシンって書いてありますね。異国のニューヨークで一人で街をうろつき回っていると、急に昔の自分に戻ったような気になる。ニューヨーク、遠い異国、その頃遊びやる。はい。あまり読んじゃうとね。なので、吹雪のハドソン川、灰色のコカ・コーラが名作だっていう人多いですよね。灰色のコカ・コーラあたりから読んでみようかな。そうですね。アーチー・シェップ、ブラック・ジプシー、セロニアス・モンクどの辺だろう、目次見ろよって感じですね。目次見ますよ。はい。セロニアス・モンク、サムシング・イン・ブロ216ね。トゥルルルプップップップルプ。こっちですね。セロニアス・モンク、サムシング・イン・ブル
ニューヨークという、あ、またニューヨークという出だしですね。まあ、それジャズマンニューヨークに多いですからね。ニューヨークという宙吊りにされた架空のオペラたる、とかいう当てどなくさまよっていると、18で東京に出てきたいが、今まで自分の失ったものが見えてくる。これも確か、ランボーの宿だった。18歳、肩着でばかりはいられません。ランボーは不思議な詩人だ。おう、なんか魅力的な出だしですね。と言いつつ、私、ランボーは知らない。あんまり読んだことないんですけどね。もうシルベスタ・スタローンのランボーなら、あの、ラストブラッドまで見ましたからね。あ、怒りのアフガンまで見て、そこはずっとしばらくブランクがあって、最近ラストブラッドっていうね、やっぱりおじいちゃんになったランボーが、あれですね、人身売買というか、あの、女の人たちを、こう、売春に、こう、いろいろ、なんか、当てがうような、マフィアみたいな、マフィアなんて言うんだろうね。まあ、日本で言うと893みたいな人、風俗で働かさせる、893をもっと立ち悪くしたような武装893を、自宅の別荘みたいなところに、まあ、自宅というかおばさんと一緒に住んでんだけどね。なんか、おばさんは、どっか外にやって、その間、家中、地下室とか、家中にブービートラップ仕掛けまくって、一人一冊でどんどんやっていくみたいなね。相変わらずあの弓矢が健在でしたけどね。まあどうでもいい。全然、その乱暴じゃありません。はい。コルトレーンとアイラの身体は絶対にジャズの日々は帰らないということを知っている。私に点、ジャズは死んだ丸。いや、ジャズと共にあったねじ曲がった魂のムスケラ同然の私の青春のようなもの、点、それがはっきりと死んだ。私にジャズは無用だ。すごい思い出ですね。それぐらいジャズを信じていた人なんですね。私全然信じてないですけどね。日常の一コマでしかないんでね。そこまで。なので、まあ好きなミュージシャンはいっぱいいますけど、かといって、まあ好きなミュージシャン、例えば、ちょっと不謹慎で申し訳ないんですけれども、あの、ソニー・ロリンズとかハービー・ハンコックとかまだご在名ではないですか。で、彼ら大好きなんですけど、まあ彼らがもし亡くなったからといって、ジャズは死んだなんて私は思いませんけどもね。まあ、その辺がね、冷たいやつなんですよ、私の。というか、それほどまでに、あれです、あの、女装したい美しい少女。それほどまでに私はジャズに入れ込んでいないんですよね。まあもちろん好きですけどね。だからといって、何か、あったら、もう、俺の、なんか、体の一部、心の半分がなくなった、という、すごい大きな喪失感を感じる、みたいなほどまでにはならないと思うんですけどね。まあ、とはいえ、熱い時代だったんですね。ていうか、熱い人だったんですね、この人はね。あるいはもう、文学者として、ちょっと、まあ、あるいは、キャッチコピーとして、やっぱり鮮烈な表現をした方が、という。読者受けするから、なんて、そんなこと考えること自体、あの、もう、私は、下劣な人間ですけど、まあ、その方がインパクトあるかな、みたいな、極端に表現してみようかな、みたいなね。そういう、色気ももしかしたらあったのかもしれませんけどね。別にジャズ死んでないっすよ。なんか、ね、なんでだろうね。ということで、レポートでございました。